申し入れた方が安泰でござる。おのれ、豊臣め。風魔はどこじゃ。豊臣秀吉、竹中半兵衛を暗殺するのじゃ。強大な軍事力を武器に乱世と乗り出した豊臣軍はついに小田原へと脅威の手を伸ばした。この進軍を恐れた北条氏政は、北条軍へと雇い入れた傭兵である風魔小太郎に、豊臣軍の頭脳である戦国きっての天才軍師竹中半兵衛と、豊臣軍を統治する覇王豊臣秀吉の暗殺を命じたのであった。よいか、この動き誰にも知られてはならんぞ。行け行け。風魔天才軍師暗殺。警戒せよ。二人を捕らえるんだ。目の差し伸べは大体想像がつくけどね。そこは守るようにと言ったはずだよ。半兵衛様、申し訳ありません。勇ましいことだね。助けたのにご挨拶なんじゃないの。知るか、貴様など赤の他人だ。ためらいがないね。兵たちにも見習わせたい。年齢はどこだ。将が打ち取られた。心配ないよ。新たな手を考えるだけさ。前へ出ろ。
少し苦しいかな。不利か。どうだろう。嘘だろう。こんなところで終わりだなんて。どけ、邪魔するな。この顔を見たくなければお前が帰ることだ。俺様はこの仕事を譲るつもりはない。まあまあ、そう堅苦しく考えなさんなって。旅は道連れ、世は情け。ついてくるな。あっちへ行け。何言ってんの。行き先も目的も同じだろ。誰がいる。守るようにと言ったはずだよ。半兵衛様、申し訳ありません。ここまで厳しくなるとは予想外だね。カスラ、気づいているのか。もう一人いるぞ。分かっている。用心しろ。良くないな。別の手を講じようか。逃げちまいて。セモノだ。出会え出会え。忍び込んだのは二人と聞いていたが、となると君を送ったのは状況から考えて北条だね。
北条は優秀な傭兵を雇っていると聞く。その忍びの名は、なるほど、確かに優秀だ。名のある傭兵を雇うのか。いかにもあの五郎の考えそうなことだな。君は忍びに向いていないようだね。そこの彼を見習うといい。なぜだ、こんなところで。秀吉、すまない。噂通りの腕だな。あんたのことは知ってるよ。この世に存在しないというあの伝説の忍び、当たりだろ。バカな。お次は覇王を暗殺か。お偉いさんが考えることはどこも一緒だね。あっと、ここで争う気はないぜ。俺様はあんたの邪魔をしない。あんたも俺様の邪魔をしない。誰かが豊臣を落とせば俺たち全員が幸せになれるってわけだ。やれやれ。稲葉山にて最初の任を成功させた風魔小太郎は、己と同様に竹中半兵衛暗殺の任を受けていた猿飛佐助春日に出会った。くしくも次の目的をも同じくする二人が同行する形となったのである。こうして三人は豊臣秀吉の暗殺を目的とし、豊臣軍が強固な陣を敷く山崎へと忍び込んだのであった。言った通りだ。あんたの邪魔はしない。んじゃ、よろしく頼むよ。気に入らないな。風魔、覇王暗殺。さてさて、伝説の技を拝見しますよ。私は貴様が信用できない。好きにやらせてもらう。私も構わない。仲間の何匹群れようと変わらぬわ。身がくらむ。ほう、我が軍の砲弾を利用するか。なんで傭兵なんかやってるんだ。サスケ、奴に構うな。話しかけるんじゃない。喉、人中、心の臓、よくやるよ。
たねば明日はなしと思え。自分が死んだことにも気づいてないね、ありゃ。この技、一体どこで習得を。ちょっと走り疲れてるけど、負けはしねえ。たとえネズミ三匹とて全力で追いつめよ。よい。年いくつ？雨も嵐も乗り越えてここまで来たんだ。忍びは皆その名を知っている。だが本当にこの世にいるのか誰も知らない。そこ知れぬものよ。おっと、お株を取られそうだな。そろそろ本気を出しますか。最初からそうすればいいんだ。あんたなら抜け人やっても余裕だろうね。もう帰りてえよ。Thank you.
お前か。安兵衛を倒したという忍びを。覚悟のほどはできているであろうな。この秀吉を暗殺とは、世の大局も図れぬ小者どもが図に乗るな。来い。忍びが何をしようと、我を崩すことはできぬ。もう始まってるな。反撃だ。早い。させてやろう。お前の技はあの二人とは違うようだ。その力を手に入れるため何をしてた。これも夢のまた夢。良い夢であった。いいくじ引いたのはあんただったか。こんなにも簡単に。ともあれ、これでお仕事完了。次に会うときはお互い敵同士だな。ま、お手柔らかに頼むよ。ん？何？おいおい、冗談。風魔が伝説と呼ばれる理由、それは風魔という存在を目撃した敵を例外なく抹殺したゆえであった。風魔は静かに、そして冷徹にサスケと春日の抹殺を敢行したのであった。サスケ、これはどういうことだ。死ぬかよ。来るぜ、構えろ。風魔、すべてを抹殺。じゃねえ。この世に存在しない忍び、考えてみりゃ簡単なことだった。姿を見た敵は全部消すってことだ。来るぜ。あんたがその気ならそれでもいいさ。帰り討ちにあっても文句を言うな。こんなところでやる。はっ、分身の術、かくらん。あんたにはいいことを教えてやる。一つ、俺様は見たほど甘く。貴様が誰でもよく構うものか。伝説という呼び名で私を殺せると思うな。かつ、甘くないのはこの女も同じ。俺は宝条の女だった。それともあんたの本心だ。剣術、雷神、狂乱。なぜだ、なぜ私たちと行動を共にしたんだ。理由は聞きなんだ。野暮なだけだ。殺すときは殺す。そういうもんさ。三つ。あんたはここで死ぬ。これで終わりだ。風の国、消し済みとなった。消えてろ。自分の命は自分で守る。返しの口の口を私を見くびるな。忍びってのは忍びではない。あんたもそうやって生きてきたんだ。まだ分かってんな。かかる日は変わってる。あの世で好きに